振り向けば先持っておいでる。あるらしい。あるらしいぞ。私はないです。あ、そう。じゃあね、これ、栗のハサミ。で、見てもらったらわかるように、こっちがね、歯なのね。こっちギザギザのね。これは、こっちで歯の栗を止めて、こっちでこう削る感じね。こう、栗を持ったら、ここね、ザーっていうのね。ちょうどこの間、この真ん中の辺、この辺使ってこう削るのね。横にこう、スライドしながらこうやって動かしていく。こうやって。で、ここずーっとね、ぐるっとこう一周するのね。いろんな見方あるんよ。これが正解とかでもないんだけどね。そこが下がるでしょ。このハサミの先を使ってこうやって起こす。で、こっちもここ上こうやって起こす。おー、すごい。こんなペロンって。ペロンって。あともまた同じように、こうやってくるって周りを一周して、この後は、この真ん中のここで、使ってこう、そぎ取る感じね。で、またこっちくるって回るでしょ。だから、筋のとこがちょっと残るから、渋皮は他人だから、ついててもあまりご飯の時大丈夫なんだけど、ちょっとやっぱり苦味感じるから、今度この先を使って、縦にこうやって、押すのね、こうやって。で、こう取れる。たら、いつでも美味しい栗ができます。こんな感じで。ね、使ってみて。